吉田さん、あのお客さんにこんなことを言われたことはないです。動画を見て、まさにこれは自分のことを言われているように感じました。自分が叱られているように、指摘されたように思いました。非常に心に残りました。結構あると思うんですよ。多分、たくさんの人を集めるためには、物事をできるだけ抽象化して、一般化して、みんながそう感じるだろうなっていう風な、 大きなキーワードとかトレンドに乗っかり続けることによってそれが生まれるんじゃないかなと思うんですよ。でも、再生数競争に参入せずに勝つには、少ない再生数だけども、ものすごく濃い一人とかね、濃い一回にしていく必要があると思うんですよ。そうなったら、例えば、私の表現だったらね、今日50歳を迎えられた方に言いたいことがあります。っていう風にすると、 たまたま動画を見た50歳の人がドキッとしてあれな何言ってんだこの人みたいになると思うんですよねもしくは会社を倒産して3ヶ月以内にこれをやってくださいっていうふうに言うと会社が倒産して3ヶ月以内の人は何何って見るかもしれないんですよねその代わり他の人は排除するんですよそういうふうにフィルタリングをかけてこの人には訴えかけたいこの人に商品を売りたいこの人に自分と縁を持っておきたい 振り返ってもらいたいいたっていう風なキーワーワドを掘り込むのを一つの方法かなと思うんですよね。まあ、これをねなんかペルソナとか言うらしいですけどもアクセスのの低い時にあの特定の人を抽出すする方法ですよねそうするとそのシリーズを作った時にパート2パート3で作った時に最終的に残った人が強いファンっていうふうに、まあ、実はね誘導することもできるんではなかろうかと思うところに。 少ない再生数のちょっと味噌があるのかなってところですね。で、これをね。ちょっと三輪明弘さんの言葉からちょっと推察するとこういう風うになります。のに咲く花にも役目があります。このように必要でない人はいません。それに気づくかどうか、それが大事なのですと。で、ね、友人に裏切られ、もう人が離れていってお金もない。いろんな失敗をしてもう取り付く島もない。自分はもう生きててもしょうがないんじゃないかなっていう。風うにふと。 感じた時にこの言葉が浴びせられたら、あれまさに自分のこと言ってんじゃないかなと。大輪の花は咲かせられなかった。なんなら誰にも気づかずに踏み潰されるような野に咲く花。その一輪かもしれない。でも、役目がある。自分の役目は何だろう。この世に必要でない人はいない。あ、そうなんだ。なんか必要とされてないような気がしたけども、そうかもしれないなと。それに気づくかどうかそれが大事なんだよっていうふうに語りかけられると、あ,あ、気づけたよかった。 自自自暴自棄にになならずに自分の役割を探してみようかなと確かに今は誰にも振り向いてもらえてないけども自分の役目を見つけた時にきっと誰かに「ありがとう」と言っていただける瞬間が来るんではなかろうか「三輪明さん大切なタイミングに本当に私に語りかけてくれてありがとう」みたいなことになるかもしれません。ですんでたくさん発信することによってその特定の一人に語りかけるっていう。 まあ動画なり動画コンテンツが1万本あればそれは1万人に同時に語りかけたことになるんですよねで私のビジネスの中の指標にですねその速果塾の中にこういうのがあります全ての人に特別扱いを100人いたら100通りの特別扱いをしていきましょうってことなんですよ商売に特別扱いとか非意気は良くないって言いますけども私は非意気大好きなんですよこっちの人には A という種類の非意気こっちの人には B という種類の響き こっちの人には C という種類の卑怯をするということで、全員卑怯はするんだけども、その種類と質が違うんですよね。やっぱり若者には若者に受けるような悲劇をするし、ご高齢の方にはご高齢の方に受けるような悲劇をするしって感じで、みんな特別扱いなんだけども平等に扱ってるっていうね。この両方をやっていくのが、私はまあメッセージの伝え方なのかなと思ってますよね。宮明さんの何位ない言葉に自分のビジネスを結びつけて、こういう風に考えていけるんじゃないかなっていう風に、 着地したのが、まあ、今の私ではあるんですけども、いかがでしょうか。それでは。